こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゆりこちゃんです。でー、はい、万里をかける蒼龍の、攻略でございます。意外と使えるキャラクターがいたんで、攻略動画として出したいと思います。いきます。いや、意外とね、あいつが役に立った。よいしょ。万里をかける蒼龍、行くぜ。意外なキャラっていうのはこいつ、ベガですよ。ベガ、意外でしょ。意外や、意外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 で、やり方も分かりました。最初ここベガね、ここ倒す。で、次はブロックのところをカンってやって、あいつの上に入る。あ、倒せなかった、やべえ、失敗しちゃったよ。ここだね。本当は3ターンでね、倒せるはずだったんだけど、失敗しちゃったよ。しょうがない、許して。回復取りながら上がっていこう。いや、ベガが強いんですよ、本当に。何が強いかっていうと、なんだ、魔人キラーかな、わかんないけど、それかなんかが役に立つんですよ。ダセーン。アジンか、アジンキラーが役に立つ、割かし。いや、これ結構強くない？どうどうどう、これびっくりしたんだけど、いや強いと思って、お主強いと思ってやるねー。倒しちゃいたいね。あ、でも無理だったか。あー、倒せ、倒せない、ギリギリ倒せない。ちょっとマッチッチ狙って倒したいところだねと思ったけど、これ多分弱点にレーザーも当たるから倒せんじゃない。よし、いいね。おお、1565万も出さなくていいよ、そこに。すっげえけど、すげえけど出さなくていいよ。横勘で倒すんじゃない。おりゃ、あー、不思議な動きを繰り広げちゃうね。お、これいいんじゃないの。剣があるし、ケンちゃん、ケンちゃん取ってさ、ケンちゃんラーメン新発売だよーってか。覚えてる、これ知ってる人は知ってると思う。おーい、ケンちゃんラーメンこれ懐かしいな。うん、ステマみたいになってるけど、まあある意味ステマだね、ケンちゃんラーメンの。これ完全に、お、すげえいいとこにいる。完全にステマ、ケンちゃんラーメンのステマする人いないよ。うん、すごいステマだと思うよ。痛い、いや俺結構上手いんじゃないの今。あれ、今回結構上手いんじゃない、自分で言うのなんだけど。いいんじゃないこれ。結構上手いんじゃないかこれ。上手いっしょ。間に、あー、やべ、ミスった。なんか急にね、滑るんですよ。うん、滑り降りるドラゴン飛んでいただいても構わないよ。いていていて、こんなんでやられちまうよ、こいつに。こんなやつにやられたくない。さすがに。おりゃ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 。おー、いいね。いいが。おー、いいね。いや、でもね、当てときたいんだよ、これに。ベガにさ。ベガ当てるといいんだよ。ホーミングが強いんですよ、貫通ホーミングが。よし。これは勝てるでしょ、さすがに。計算しながら横行って、回復を取る。オッケー、完璧じゃないかい。回復。意外とうまくいってんじゃない？意外とっていうか、まあこれはね、狙い通りで、ゴンス。狙い？うん。スターさん、来たよ、ここで。これね、こいつらはね、もう倒してきたから。よいしょーっつって。よいしょーっつって倒してきたからさ。次が、これね、足の下でマッチできるんですよ。知ってました？こんな感じで。はい。こんな感じでマッチできるんで、みんな狙ってみてください。これはきついから横パンしよう。地雷が邪魔になってる。よし。横パンで上がっていこう。地雷回収。よっしゃー。お、いいじゃん。おわ、あー、いいとこに行ったのにね、今ね。惜しかったね。うん、惜しかったね、今のは。これ、あー、グッと落ちたよ。
ああすごい、でもうん狙い通りだね、うん狙い通りだね。こんな感じかな。もう完璧じゃないか、狙い通りじゃないか、全てがね。よし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 、行くぞ。見てろ、これが俺の狙いだから。はいはい、これだよ、これが俺の狙いだったから。もうね、こっからも余裕のよっちゃんですよ。悲劇の物語だね、これは。ある意味やっべ、ね、やっべって言ったのはあれだから、あの僧侶かわいそうだなと思って。やっべ、いやー意外とねいいよね今んとこ。私のスピードクリアはね 最短で4ターンっていうねスピードクリアなんですよ。もう俺ここでこれをね使っちゃいたいんだけども、まあこれは上に跳ね返させて下のワープを一緒に倒すと、まあこれが狙いだから今回。さあこのね兵士が、このナイトがね、このナイトが強い。意外とあのね、ダダダダダダンってあのミサイルがね、痛い。ごっつー痛いね。やっちゃいます。ごっつー痛いね、あれ。ほんまやで。めちゃめちゃ痛いね。はい、これです。私やりたかったな。あー、次でワープ消えてくれたら嬉しいんだけど、まあ消えないでしょうから。出されるますから。出されるますから。出されてますよ。いやー、すっぺー、その動き。すっぺー。よいしょ。左の方に痛いんですよ、ほんとは。バカ！一番右行ったら、お前、俺のさ、やりたいことのさ、もう正反対のするのってやめて、ちょびひげランナー。なんなら、あのおじさんは。ほんと、嫌味としか言いようがないよね。おじさんだぜ。あ、まあまあまあ。まあいいんじゃないですか。うん。いいんちゃいますの。ええんちゃいます。よいしょ。あ、使えばよかったな。使えばよかったね、あれ。あのあれを。当たらんよ。当たらなければどうということはない。よいしょ。よし、完璧。次はもはやあれなんですよ。横勘でやめます。ほら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 、あー、ビシャモンテンじゃなくてあれに当てたかったな。マリちゃんに、マリリンに当てたかったな。うわー、マリリン、なんそれ。あ、じゃあもう次で暴れちゃうよ俺。いいのかな、いいの。マリリン、4体以内に倒したいところだね。かー、やっべした。おお、青。あ、そうなんだ。この僧侶ってお股の方があれなんだね。お股に当てればわりかしいい。よいしょ、勝った。これは勝ったでしょ。よいしょ。失敗失敗。まあでもね、次ヤツがいますから見ててくださいよ。やつ、強いですから。最後にベガの力を見せて皆さんにお別れしたいと思います。いきます。ここが貴様の墓場だ。サイコクラッシャー。サイコクラッシャー。強いっしょ。ここにありや。サイコクラッシャーといえばね、私は世代ですから。サイコクラッシャー。かっこいいよね。強いでしょ。ベガッチ。まあ一番いいのはマリシテンの運曲ですけどね。おお、3つ落ちた、ラッキー。結構ドロップもいいんでね、やりやすいと思いまんもす。はい、というわけでね、3体ゲットしました。結構いいパーティーだと思います。うん、ベガ今じゃ手に入んないけど、もしねレベル1とラック1とかでもいいけど持ってたら入れてみて使ってみてください。以上、キエコちゃんでした。バイバイ。